コンビニで予約、音だけでみんなわかるだろう。俺の戦いはまだ終わっちゃいない。120スロー、リゼロの120スロー。みんな結構待たせてすまんな。このベトナムにリゼロが入ったんだ。30スローではなく60スローではなく120スロー。みんな俺戦うよ。行くぞ。500万ドン、3万円で250枚。これで3万円あるわ。これで3万円、250枚。250枚さ、リゼロは当てられねえからな。 B 点だとしても500枚はいる。6万円で500枚、お願いします。みんな聞いてくれ。この辺りはあんまり喜ばしい辺りではね。寝台初日設定6なのであれば喜ばしいが、初日に6なんて入れるわけがね。入れないということをか考慮すると、これはモード A の244回転。最悪これ突破する可能性は 15% ぐらいしかない。この 15% を仕留めることができなかったら、次は間違いなく A 点に飛ぶ。つまり A 点一発、勝率めっちゃ低いけど A 点一発に1000枚使うことになる。その1000枚120円スロットだったら1000枚で12万、 A 点一発12万使うことになるっていう話になるんだ。あんまりいいことではないけども、こう突破したらとんでもないことになるからな。気合入れていくぞ。投資は実質250枚、つまり3万円分だ。残りの3万円分の250枚ここにある。250枚、3万円しか使ってない。これ突破したら明日プロがチャレ、みんな一心同体でいくぞ。激ハリトラップチャレンジ、はい、レモンお手伝いします。敵圧のクイック取ったぞ。これは神が、正気が俺に傾いている。
天才すぎる。エムはスバル君を丸ごと信じていますから。60%を2回通す簡単な仕事だ。なぜなら一体には持ってるからな。いけるだろうみんな。背中を押せ。俺の意見ってなんだ。一発腹持ってこい。この高さでは攻撃が届かない。動きがあるまで見てるしかねえってのか。誰か知らねえギャラリーがいる。ギャラリーがいてもおかしくねえほどの熱い戦いがここで繰り広げられているからな。後ろのおっちゃん、俺に力を貸せ。いつの間にかいなくなってる。消滅の君はやめろよ。70%、緑の地点で70%。全部成功。取った。これは取りました。大丈夫。腐ってるばっかじゃねえぞ。魔物回せ。腐っての緑を吐いけ。腐っての緑を吐いけ。間違いなく2戦目は突破した。いや大丈夫大丈夫。2戦目はレム以降ハグ勇者なければ突破する。ハグ勇者なければ突破します。ここまで応援してくれてありがとな。まだまだ俺やってけそうだぜ。1ゲームが大切だぞ。泡だ油断をするな。まあ設定はまあ246ではないんじゃないか。超 AT だから逆 AT ではねえからな。見ててくださいね。難しいですね。必死で突破したってわけだ。見ててくださいね。狙ってください。見ててくださいね。見ててくださいね。お客様さん、鬼連打、鬼連打か。まあ10でちょうど100だったらうまい。その後のパネルでの上乗せがあるから、ここで下手にまあ次に子役を引かない方がうまい。まあ鬼連打だろうな。これはもう20は乗るから110は超える。
110超えた時点でもうパネルでの上乗せはめっちゃ薄いから、ここに乗せれるだけ乗せとかなければいけない。マックス50で140までいくからな。50乗せよ。もう勝負20回転20 G は乗せた。こっからはどんだけ乗るかわからない。うまい、上出来すぎる。チャンネル登録、高評価、よろしくな。俺やったぞ、俺やったぞ。いい子だ、ちゃんと狙ってくれたらね。バネル取ろう、バネル。あー、ないか。ここでレア役引けば大幅のプラス、完走まで見える。レア役で30乗れば完走まで見える。ドラム前降りてこい。ないか。でも現状10万のプラス、10万プラス。みんな、俺やったよ。でももちろん速攻だよな。みんなを待たせてここまでやっとたどり着いたんだ。すっごい決まってるよな。よく引いてくれ。アイコン1個、黄色アイコン。現状さっきは1100枚プラスだったのが530回転で550枚使ったから550枚のプラス。現状550枚のプラス、6万のプラス。ここ突破すればあと1000枚返ってくる。つまり18万20万のプラスまで持っていける。突破しなかったら5万、6万のプラス。突破したら10何万のプラス。さあ夢見ていくぞ。負けるまで突っ走るからだ今日は。でもお手伝いします。おいおいおい、どういうこと。これ内部的に赤アイコンか。赤い子なら100まで行ってくれよ。エムはスバル君を丸ごと信じていますから。なんでぴったり終わるんだよ。発見攻略戦突入。 70% を3回通す。さっきの 60% 2回と同じぐらいの確率ならばいけるんだよ。でかさやばい。いくさか。突破すれば20万近くだぞ。怖いですか。突破すれば20万だぞ。1戦目は取った。大丈夫、1戦目は取った。ビックラ外れ。何、レム突破します。大丈夫、お願い。続きな。良きに計らえ。良きに計らえは白背景の中で一番熱い。 57%。 やばい。密集していては危険です。一旦引きましょう。落としたな。1戦目は苦しく、苦しが来れば大幅に期待度上がる。来ない。相手でもネームだぞ。ゆっくりな。
きのプラス分が半分持ってかれたじゃねえか。行くしかねえよ。まだ勝ってるんだぞ。まだ勝ってる。6万でプラス、550万でプラス、追うに決まってるよ。10万勝ってたんだ。10万勝ってたのにこのざまだぞ。いや、まだわからん。まだ負けたわけじゃねえからな。投資500万、6万円、まだ6万、500万、持ちメダルは150枚ぐらいはある。350枚、まだそんな4万5万負け。こう突破すれば10万バース勝ちまで戻せるからな。諦めるな、諦めるな。でもお手伝いします。でもスバル君を丸ごと信じていますから。1回目突破した時と同じ状態ならば生きるはず。は18万だぞ。18万、これ突破しなかったらもう今日は終わりだ。18万をまくるには何枚必要なんだ。120スロ、1500枚か。そりゃそうだよな。1500枚借りてんだ。1500枚にプラマイゼロが一発これ点突破すれば1500枚持ってこれる。だから可能性がギリ届く。これが最後の発言だ。一生突破するぞ。撃破率アップチャレンジ。レモンお手伝いします。エムはスバル君を丸ごと信じていますから。届かない。
ってのか。ボタンが出てくれ振ってきてくれ。まだ終わっちゃいない。まだ終わっちゃいない。コンビニで予約、音だけでみんなわかるだろう。俺の戦いはまだ終わっちゃいない。次が正真正銘、最後の白芸だ。21万円か。記憶が正しければ21万円。何枚なんだみんな。俺はもう記憶が曖昧だ。21万円120円スロットって何枚なんだ。わかんねえ。1750枚か。乾燥させるしかねえな。この B 店、コンビニスイカから持ってきた B 店、乾燥フラグはもうついているのであればまくれる。そうでなかったらまくれない。ただそれだけ。いや、そうじゃなくても共演になる。地域でまくれる。最後まで信じろ。見てるのは打ち点だ。終焉の時。
10万買ってたんだぞ。寝台導入日一発目、まさかの突破、今日から始まっての突破で、まさか250枚しか使ってないのに千何百枚出て10万買ってたんだぞ。なんで20万負けんだよ。なんで21万も持ってかれんだよ。どうすりゃいいんだよ。なあ、俺の30万30万のプラスだったのに。確認しろ、ゼロ一旦置いとくぞ。一旦他の台で足踏みしてからリゼロを打とう。それでいいか。そうだよな、2日連続リゼロでコテンパされたらリゼロが嫌いになっちまうもんな。明日は何かを打つわ。寝台が何個か入ったみたいだからな。明日ホテルで寝込んでたらみんなごめんな。